にちは、カウンセラーの山本恵美です。今日は助ける助けない問題みたいなことについてお話ししようと思ってます。あのですね、カウンセリングをしていると大体、この、繊細さんたちというか、インナーチャイルドの方たちっていうのは人を助けたいんですよ。なぜか助けられたいからという結構笑える話なんですけど、私自身は助ける助けないはないんです。っていうのは同等だから、助けなきゃいけない人もいないし、助けてもらわなきゃいけない人もいないっていう感じなんですね。もちろんそのカウンセリング その3ヶ月とか半年とかの間は引き上げます。でもそっから歩く、助けるっていうよりは引き上げるっていう感じで、別に私と何一つ変わんないんですよ、それは。でも多くの人は我慢してる自分だから愛されるとか、なんだろうな、人の犠牲になってこその価値みたいな、人を助けてほどの価値だから、結局助けたいと思ってる時は自分が助かってないんじゃないのみたいな話になるんですよ。でね、それそっちに移っちゃう人ってごまかすんですよ。自分を助ける前に人を助けちゃう。で、私価値あるよねみたいな。いやいや、だからあなたがまず裕福になって幸せそうにやってれば、何かしらその助けるというか、助かる人出てくるだろうなみたいな。それがいい循環なのに、なんか知んないけど自分を助ける前に人を助けちゃう。それはやはり助ける助けられるっていう立場があるという概念があるからないですよ。もちろん私はカウンセリングをしているので、確かに助けるとこでも助けるとかじゃないんですよ。困ってるわけじゃないからっていう感じなんですよね、どちらかといえば。同じ、ただ単にその嘘っていうか、そういうものを信じる。だからその助ける助けないって絶対マウンティング入るから、気をつけないと。なんか助けてあげれる人は上で、助けてもらう人が下みたいになっちゃうんですよ。それはまた違うじゃないですか。だからなんかね、助けてあげたい欲望みたいなのは初期にはあると思うんです。そのね、ボランティアとかすると気分良くなるっていうのと一緒で、自分が役に立っているっていうのを他人を使って満足感を得るっていう感じなんですよね。それではなくて、今やっていることが人を助けているんだっていうことに気づかない。人を助けるっていうか、例えばその本当に当たり前のことだけど、普通にご飯買って食べてるっていう、野菜買ったとしたら、その八百屋を助けているわけで、助けているっていうか支えているわけだから、そういうふうに自分の一つ一つの行為を価値がないものにしていかないで、でなんかそのありがとうございますみたいな、カウンセリングとかね、そういうのだとね、その確かにそういうのが見やすいじゃないですか。でそういうものに憧れることは大切なんだけど、憧れて自分がカウンセリングしたい、カウンセラーになりたいとか、助ける人になりたいとか、なんかそういうのは確かに大切だけど、その前に自分が助かっとかないと、溺れるものは藁をもつかむじゃないけど、なんか自分が溺れかかってんのに溺れてるような人は助けられないという、なんかやっぱりそういうね、癖があるっていう気はします。そういう方が多い気がします。なんかこういつ大きい目標としては別に助けられないわけじゃないし、今でもすぐに助けられるんだけど、まず自分が助かってねえじゃんっていうところに毎回毎回戻っていかないと、そうなんですよね。そういう自分って偉いなとか、なんかね、ボランティア精神が強い人とか、人に何かをしてあげたい人っていうのはやはりマウンティングが入りがちなので、別に私助けてるわけ、仕事です、カウンセリングね助けてるっていうか、私が助かってんだけどみたいな、カウンセリング受けてもらってみたいな感じになるわけじゃないですか。だからそういう意味ではみんな勝手にね、勘違いしてるんじゃないのっていうところなんですよ。
全然助かってますけどね、カウンセリング受けてもらって、こうやってなんか話を聞いてもらったり、ヨガをしに来てもらったりして、みんな私を助けてくれてるっていう感じです。だってみんながいないと私生きていけないしありがたやみたいな。だからなんか助けてあげてるっていうより助けていただいてるみたいな感じですよね。だからなんかね、そこら辺を間違っちゃうと、やはりなんかまたまた負のループじゃないけど、あのその概念自体だから、助ける助かる助けてもらうみたいのはもうね、全ての人はあのすごいいい人になりたい、貧困法制な、何度も言うようにその優等生になりたい、で人を助けてあげるような、なんか人徳のある人になりたい、もうそれ諦めた方がええよっていう話なんですね。で、諦めないと、諦めるっていうところから始めないと、なんか崇高な自分みたいのをね探し続け、そして崇高なカウンセラーを探し続けます。あのね、そういうなんかやっぱりエミさんダメだとかなるんだよ別にいいけど、 別にいいんですよ、それはなってくれっていう感じなんだけど、まあ、まあ、私のなんか人間だとこのぐらいだよっていう話なんですよ。なのであの助けてもらう、あの本当に一番のところに私があるのは、あなたにはすごいエネルギーがあるので、助けてもらわなくても大丈夫なんですよ。みんな自分でやっていけるからっていう、みんな同じぐらいの価値はあるから、その助けないと、誰かを助けてあげないと価値をなんか無駄にしちゃうっていうことではないんですよね。自分が苦しい、自分だけだから気持ちよくなっちゃいけないとか助かっちゃいけないみたいな人ね、ほどあの自分だけ助かってないですか？だからね、もっともっともっと助かって、もっともっと自分だけがいい思いしてほしいです。そっからですよ、人に分け与えられるのなんて、じゃなかったら前澤社長みたいになれない。やっぱ余ってしょうがない、幸せ余ってしょうがねえからあげっかみたいな感じになるわけでしょ。だってだからその余ってもいないのに、なんか勝手にお金配りたいですみたいになっちゃってるわけ。愛を配りたいみたいな、ね、余ってないからあなたの中にはまだって、で余ってない人ほど配りたがる、そこに価値があると。でもそしたら気持ち、あのまああのもちろんそこに配ることによってね得られるからなんですけど、それはまあ私はお金ではまだ分かってないけど、まだそのレベルにはいってないんだけど、その法則っていうのは分かっていらっしゃるんだけど、愛とかその助けるっていうことに対してはまだまだ助けなくていいんです。人はじゃなくても勝手にやっていけるから、まあ、助けなきゃいけないのは、まあ、唯一子供とかね、そういうのはまだちっちゃいんで助けなきゃいけないけど、あとは自分が助かるっていう、なんかねそうやって頑張って自分が助かろうとひっちゃけにやっている自分はかっこ悪いと思うのかもしれないけど、まずはそこです。ということで、助けてあげるはもうやめようのお話でした。ではまた。